Tears of the Kingdom。 おお。おお。かわいい。ちょっとかわいい。蒸気が濃くなってきましたね。この地下へと続く洞窟も思っていたよりずっと深いようです。気をつけていきましょう。かわいい。というわけで改めまして皆さん、コンサガダガス来てくれてありがとうございます。今日はね、ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムやっていきたいと思います。早速だけど違うとこ、あ、ごめん、リンク道中に何か気になるものでも、ごめん、そちらは代わりに調べるとして、先に横を見に行きましょう。すいませんでした。ちょっとなんとなくいろんなとこを探したいなっていう、ちょっと欲が出てしまいました。すいませんでした。ハイラル城地下行きたいと思います。ゼルダ姫、あんま危ないからさ、ちょっとさ、お、なんかあるかな。てか体力がさ、もうめちゃくちゃあるんだけど、すごいな。お、始まった。体力がすごいね。この正気に触れ、体調を崩す者も多いと報告を受けています。なるほど。あなたや私はこの程度なら大丈夫なようですが。まあいろいろね、あったからね。それにしてもなぜハイラル城の地下からこんなものが。まあいろいろあったからね。この先の調査は危険が伴うかもしれません。でもあなたがいてくれれば安心です、リンク。そんなこと言ってくれない。早く原因を突き止めましょう。これどういう感じで始まるんだろう。とりあえず今ここはハイラル城の近くに来てるんでしょ。まあ厄災から、厄災が終わってハイラル城をまあに入れるようになって、それで今冒険中ってことだよね。これちなみにさ、あ、馬を使えるんだね。あと何？剣はあるでしょ？マスターソードがあるんだよね。マスターソードずっと持ってるんだね。あ、スタミナいく。え、スタミナいく。登りまくりつ、え、めっちゃ登れんじゃん、リンク。え、強くね？ 2 周分ある。3周分か？え、めっちゃ体力ある。へえ、すご。なんかさ、前回じゃないや、ブレワイの時は、もう最初全然スタミナない状態だったから、なんかこの状態で始まるとちょっとなんか嬉しいね。最初からお得みたいな。え、インク、何？マスターソードが、え、何何？おい、光ってる。何？私何もしてないよ。魔を滅する剣が反応しています。やはり、この奥に何かがあるのかも、あるのは違いありませんね。ハイラルを襲った厄災封印後、城もずっと放置されていました。そうなんだ。てか何年後の話なんこれ。その地下にまさかこんな場所があるなんて。それな。てかこんな場所はさ、多分ブレワイ出てこなかったもんね。リンク、気をつけて先に進みましょう。大丈夫かな？てか会話のログを見るってあったんだけど今。そんなこともできるの？へえ。なんかさ、ちょっとさ、いろいろあさりたい気分もありつつ、姫にすっごいとこ見せてんな。おじさん、リンク、そこにあるものは、これ？なんかわかるの？なんか全然わかんなかったけど。これは古代文明の遺構。こっちは、文字？どこにあんの？あ、文字書いてある。え、てか、あの目があんじゃん。これは、ゾナー文明？え、このさ、真ん中ら辺に目みたいなのがあるけどさ、これあれじゃないの？塔のさ、上でさ、雫が垂れてた時に出てたさ、あれ、お目目みたいなの、ありましたよね。それじゃないのかな？
うん、なんだったん？え、それだけ？終わり？あ、終わり？別になんもないの。そっか。だいたいどうしたの？カメラ撮ってんの？イエイ。一緒に撮って。一緒に撮って。あ、記念撮影。記念撮影一緒に撮ってくんない？イエイ、ありがとう。いっぱい撮ってくれてる。あ、調べるってある。この彫刻も、やはりここにあるものは、私の持つゾナオに、ゾナオについての知識に合致するものばかりです。ゾナオって何？え、ゾナオって何？めっちゃ写真撮ってくれるじゃん。ありがとう。ゾナオは遥か昔、また撮ってくれたね。ゾナオは遥か昔、神話の時代にあったとされる文明。へぇ。神のごとき力を持ち、天空で栄えたと言われますが、へぇ。お、多くの歴史書で語られながらも、その全容はあまり分かっていない謎の多い文明なのです。頭いいね。ちょっと何言ってるかよくわかんねえや、私。めっちゃ写真撮ってくれるけど。多分だけど、同じさ、あのリンクのさ、この真顔の写真が撮れてるだけなんだけど、今の絶対そんなに撮る必要なかったよね。大丈夫そう？あの、フォルダの中後で、うわ、何これ？同じ写真めっちゃあるじゃん。全部消そうとか言ってさ、全部消さないでね。ちょ、一緒に写りたい。写りたい。写りたい。え、撮って撮って。撮って。ありがとう。よし、これでいいだろう。この石像は、ゾナー族をかたどったものでしょうか。大きな耳。私たちとは少し違った姿だったのですね。リンクたちの、種族の祖先みたいな感じなのかな。それにしても天空の文明の遺構が、なぜ城の地下に？それの、何この城。さらに奥があるようです。行きましょう、リンク。いいの行って。めっちゃルンルンの、めっちゃルンルン、ルン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 。もう楽しいね。もうこういうとこ冒険するの楽しいね、リンク。超楽しくて、もう、あ。おい。おい、出てくんな。出てくんな。邪魔だ。邪魔だ。こら。なんだこら。大丈夫でしたか、リンク。え、よよよよよ。ありがとうね、心配。何？え、なんかついてた？私の服。間違えた、リンクの服。この壁画は？うんうん。何の壁画？見えないけど。これだけで見てさ、何かわかんない。すごいね。古文書には、うんうん。今から遥か昔の神話の時代に、うん、人と魔王が世界の覇権を争う大戦争があったと記されているのですが。へえ。厄災とは別なんだ。よくわかんねえな。ひょっとしたら、これはその伝承が描かれているのかも。かわいい。目がキラキラしてる。先ほどの像にかたどられていたソナウ族と。うん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 。これは、私たちハイリア人のようですね。あ、そう、ハイリア人か。ソナウ族は、まるで天から降りてきたように見えます。ほーん。ハイリア人の祖先じゃないんだ。どういうこと？私の祖先、うんうん、ハイラル王家の祖は、うん、天より降臨せし、神の一族と結ばれ、うん、生まれたと言われています。ほーん。この壁画を信じるなら、天より降臨せし一族とは、ソナウ族。うんうん。その一族と、大地のハイリア人が交わり、うんうん、やがて起こった国が、うん、ハイラル王国。つまりは神との神と の, しかしそこに間の国。邪悪なるものが現れ、王国の大いなる力を奪う。うん。すべて古文書の内容と一致している。ほう。そして魔王が誕生し。うんうん。それを打倒する戦いが起こった。なるほど。ここに描かれている人物、うんうん、これが魔王と呼ばれたものだとするならば、ふん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 。あれ、なんか見た目見たことあるな。すごい。うん。やはりこれは、うん、古文書に記されていた大戦争。ほう。封印戦争の全容が描かれた壁画。かわいい。なんか絶対キラキラする。これは大発見です。かわいい。
え、何それ、かわいい。リンクイケメン。それすんなりできるの、フルーが作ってくれたのですが、うんうん、持ってきておいてよかった。こういうものを記録するのにとても役立ちます。うんうんうん、あれ、この先は埋もれていて見られませんね。爆弾で崩しそうだな。そういうのばっか考えるからダメなんでね。ここは一体何なのか。うんうん、答えはこの先にあるように思います。今は先に進みましょう、リンク。なるほどね。今爆弾使えないからそこ壊せないもんね。え、ここ壊して、超壊して、ちょっとさっきの話の意味がさ、よく分かんなかったんだけどさ、もうちょいさ、もうちょいちょっと詳しく話してくんない？すっごい、あの、邪魔者扱いしてくるやん。おいおいおい。え、なに？え、なに？え、なに？今目と目が、あーって気づいたってこと？行きまーす。はい、すいませんでした。行けってことだね。ごめん、先行けよってことだよね。ごめんね、ごめんね。ゾナー族がなんちゃらかんちゃらって言ってるけど、ゾナー族なんなん、結局。ゾナー族は神なん？神とさ、ハイリアの子が、ハイラル王国ってことだよね。合ってる？なんか音楽が不気味になってきた。上何これ、なんか変、姫？姫？ゼルダ姫？あ、ごめんね。ちょ、置いてっちゃってごめんね。なんかちょっと怖い。音楽怖くなってきたから、ちょっと一緒にいてくんない？ちょ、怖いわ。ちょ、私怖いわ。あの、ちょ、一人でいいわ。怖いわ。姫？ちょ、一緒に、ありがとう。いてくれてありがとう。あれは、行きましょう、リンク。最新の注意をお願いします。へーい。まあ、なんとかするわ。いや、自分で進めないんかい。あれは？うん。なんだなんだなんだ。うっ！これガノンじゃない？ガノンだよね。あ、てか、なにこれ。マガタマ？マガタマってさ、こんなんでだったよね、確か。あれ違うっけ。お？お、なんか光ってる。おん、やば、まず、おっとおっとおっと、うえ、ね、ホラーかよ。うわ、怖。え、ちょっと見た目こ、うう、おお、ちょっと待て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 。姫、嘘でしょ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 、ま、ちょっと待って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 、やば、それが大魔の剣。いや、ちょっとキモいな。我が正気で砕ける刃では役に立たぬ。え？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 タイマの剣ってダメなの？ゼルダ。何で名前知ってんの？タイマの剣を持つ者。リンク痛そう。リンク。ラウルの言う希望。誰ラウル？新しい人。この程度か。誰だよラウル。私たちの名を。なに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 、希望？希望って何？え、何希望って。いや、希望すんなよ、勝手に期待すんなよ。え、なに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 、え、やば。え、なんかさ、え、これホラーだったっけ、あれ、こんなにホラーだったっけ、めっちゃホラー化してない、やばいんだけど。ちょっと待ってよ。うわっ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 、すっごいブルブル震える、やばっ。え、マジか。え、なんかさ、骨骨やん。え、なんかホラーじゃない、ちょっと見た目さ、これ夜に見たらさ、なんか夢に出てきそうで怖い。あっ、嘘、ちょっと待って待って待って、バカバカ、リンクリンクリンク、早く早く、リンクリンク、お願いだ、助けてくれ、お願いだ、届いてくれ。嘘でしょ嘘でしょ、え、
何その手さっきあれでしょ、封じ込めたって手ってことだよね。何事、待って天空の城だ。違いました。天空の城ハイラルってこと。やば。待って、空ってそういうことだったの。はーん、理解。でもさ、ブレワイと繋がってるってことは四神獣出てくるってことかな。なんか四神獣がどうなるのかちょっと気になるところではあるけども。いやー、マジかー。長いな。なんだこれ。あ、さっき助けてくれたお手手か。これさ、まさかのリンクの右手とか言わん？違うよね。さすがに違うよね。あ、違うわ。リンクの右、待って、これリンクの右手やん。本当にリンクの右手やん。嘘でしょ。あ、なんか回復させてもらったの。リンクおはよう。朝だよ。髪伸びたね。髪一瞬で伸びたね。さっきやられちゃった右手ね。なんか誰かが直してくれた。気がつかれたようですね。リンク殿。誰？そりゃそうなるよね。私は貴殿のことをゼルダ殿から聞いて知るもの。いや、なんでゼルダ姫のこと知ってんねん。そこだよね。瀕死の重傷を負われていたが、命を取り留められたようで何より。ありがとう。貴殿の手は口、命に関わったので、代わりにそうさせてもらった。えぐ。ちょっとやめて。俺リンク痛そうじゃん。嘘でしょ。結局また海パンで頑張る。あっさそーと。さあ引き抜ける。引き抜けんのかい。ボロボロになった。朽ちたマスターソード。聖なる力が宿る大魔の剣。今はハイラル城の地下で受けた正気で片身が朽ちてしまっている。使えないね。まあ私ブレワイマスターソード使ってないんだけど。あ、これ切れんだ。あ、これ使えるんだ。一応使えるっちゃ使えるんだ。なるほどね。ちょっと待って、今なんかすっごいドキドキしてる。よし、行くか。めっちゃ戸惑うやん。なるほど。その手に反応するんだ。なんだ？ん？なんか呼んでるよ、リンク。リンク。ちゃんと水垂れてるし。おう！びっくりした。そこが動くのね。なんだ、ワープするんかと思った。あそこも開いてくれるんかい。じゃあ何、つまりさ、この右手がシーカーストーン的な役目ってこと？はい、切る。とりあえず切れるもんは全部切っとこう。これ何、飛び込む。あ、じゃあこれが飛び込む。おお、へえ、飛び込みまで追加されてる。前さ、なかったんだけど、ブレワイの時はなかったものが結構やっぱ、すごいね。なんか追加されてる。いや、楽しい。そう、これからさ、何ができるんだろうって感じでワクワクしてくるね。これ何？あ、これも飛び込む。ちょ、飛び込むがあるなら飛び込みたい。飛び込むことができるなら飛び込みたい。ここも飛び込んで、このままさ、落ちたらやばい。このまま落ちたら、あ、ダメージ受けないんだ。飛び込み以外でも別に体力は奪われなかった。なるほどね。やるねー、リンク。お、なんかある。なんかある。
はい。あ、ポーチ。ちょっとポーチ見てみようか。ポーチ入ってる。普通に進みまーす。お、なんかいるやん。うーわー、すっご。ちょっと待って。これ、高所恐怖症の人とかやばそう。広くね、そして。待って、広くない？これ。え、マジで？海とかもめっちゃ綺麗じゃん、これ。ふわ。え？こんな感じになんの？えぐいって。なんかあそこだけなんかまがまがしいけど。いきますか。これだね、ここのシーンが。ティアーズ・オブ・ザ・キングダムなわけか。ふわー。やっば。えぐい綺麗だね。ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。長押し？おお、すっげえ、すっご。あ、これ上乗れるんだ。ここどこ？そしてここはどこなの？私は誰？記憶までなくなったんかな、リンク。え、ちょ、すっご。え、く、始まりの空島？空島？すごー。いや、なんか前もすごかったけどさ、ここも十分やばいね。ちょっと周り見まーす。いやー、いいなー、インク、こんなところ走り回ってて。いいな、私も走り回りたい、こんなところ。え、ここさ、走り回ったらどんな気いいんだろうね。あ、キノコなんかある。空だけ。空島の木の根元に生えるポピュラーなキノコ。食べると、ハート回復の、効果がある。あ、これハイラルだけと一緒かな、じゃあ。あっちも行きたいな。ちょっとあっちも行こう。一周ぐるーりと回りまーす。とりあえず回ってきたんですけど、多分、何もなかった。まあ、キノコが4個生えてたくらいかな。うん、キノコが5個になりました。はい、それくらいでーす。次行きまーす。え、なになになに？へぇー。え、ここ温泉だったの？よし、オッケー。すっごー。水しぶきまでさ、ツタタタタタってめっちゃ綺麗。お、なんだ。あ、木の枝ね。どこにでも落ちている木の枝で、振り回すにはちょうどいいバランス。装備すれば、心もとないが武器として使える。そうだね。これは使いたいね。オッケーオッケー。まあ、武器は持っとかないとちょっと後々ね、まあ、必要になってくる時もある。から、なんであそこだっけ？なんかいる！なんかいる！え、マスターソードの力が弱まってきた。木の枝が壊れそうだ。いや、それは木の枝だもんな。え、なんかすっごいさ、なんかあれみたいじゃない？やべ、ゴーレム？ゴーレムの角？こいつゴーレムなの？兵隊ゴーレムの頭部にある、刃物状？の、や、角？とても鋭いため、取り扱うには注意が必要だ。え？ゴーレム？なるほどね。てか、ゴーレムなんだ。あのさ、ポケモンだよな。あ、これリンゴはね。リンゴはね、まあ、リンゴですね。リンゴはリンゴよ。もうもらっとこう。リンゴはね、使える。あ、なんかある。え、なんかある。これ何？お。木の棒、樹木の枝を持ちやすいように加工した棒で振り回すのに絶妙なバランスに仕上がっている。装備すれば装備、武器として使える。おう、これいいんじゃない？あ、これ別に本じゃなかった。これ一瞬本かと思った。本じゃないんかい。あ、ここにさっきのゴーレム住んでたってこと？ごめんな、じゃあここちょっと私の家にするわ。ありがとうね、ゴーレムちゃん。使っててくれて。まあ、やっぱ使ってないとね、武器を投げる。長押し、離す。やってみる？これね。ほい。じゃあ行きましょうか。まあ、大体回ったはず。あれ？さっきのゴーレムじゃね？これ。違う？なんか違うか。でも色同じだよね。なに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 ？え？なに？え？なに？え？なに？こんにちは。こんにちは。こんにちは。すごい見るやん。
お待ちしておりました、リンク様。羊ゴーレム、これ羊なん、え、羊なんあなた様にゼルダ様よりお預かりしたものがございます。なんでみんなゼルダの姫のこと知ってんの。あれ、シーカーストーン、これ、こちらはプルアパッド。え、あなた様が行くべき道を示す大切なものと受けたまわっております。違うんだ。え、どういうこと。シーカーストーンじゃない、プルアパッド。プルア、プルアってあれじゃん、プルアやんな、あのプルアっていうさ研究者がいたじゃん。プルアが作ったことってこと。ゼルダ姫が愛用していた冒険に役立つ様々な機能を備えたアイテム、プルアパッド、これだね。おお、すごい。これ何、ゼルダを探して、ほーん、今ここにいるってことが広いな、これ。待って、え、マジ、えぐ、え、ちょっと待って、こんな広いの、え、こんな広いの、え、待って、これ何時間も必要じゃない。ゼルダ様からリンク様へ、確かにお渡しいたしました。ゼルダ様はそのパッドの地図に示された場所でお待ちとのことです。あ、いるの。お伝えは以上です。ここはどこ。ここは時の庭にございます。なるほど。おう、あれは時の神殿。遥か昔、ここは王国の祭事を執り行う場所でした。ご覧の通り、今では訪れる者もいない寂しい場所になってしまいましたが、まあそうだね、さっき言ったけど。これなんだ、これ何、え、終わり、終わり、え、今なんか続きありそうな感じだったじゃん。え、今なんか言おうとしてたよ、なんか言おうとしてたよ。あ、身を守ります、これか。なんだ、橋？え、なんかある。あ、リンゴか。リンゴか。まあ、リンゴはね、いっぱい持っとく。とりあえずね、今はリンゴは大切よ。じゃあ待って。リンゴリンゴ。リンゴリンゴ。オッケーオッケー。ここ何？あ、これ持ち上げれる。もしかして？おい、ビンゴ。入ってた。あ、もうここも壊せるんだね。もう壊し放題じゃん、こんな。身を守ります。あ、やべ。落としちゃった。なんか入ってたかもしれないのに。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。リンゴがいっぱい入ってんのか。リンゴ入ってんならいいな。おお、いっぱいあるね。木の、あ、木の、木の方か。木の、木は欲しいな。木のカバー、カバー、あ、おや、あなた様は、ここには初めて怒られるお方ですね。さっきあったやん。さっき、ゴーレムあったやん。それを武器にして、兵隊ゴーレムに、と戦われるおつもりですか。そういうわけでは。彼らは我らの主ゾナオの方々よりこの地の守護を厳命された存在。あ、え、待って、これゾナオ族と関わりあるってこと。あなた様を発見し次第脅威とみなし排除を試みるでしょう。なんで、きっとこの先彼らとは戦うことになるはず。その際はどうか手心を加えず戦ってください。手心を加えず、余計なお世話かと思いますが、武器は適当に振り回さず相手に注目してしっかり間合いを取るのが重要です。まあ知ってる、なんとなく知ってるよ。うん、ありがとう。試しに私に注目の練習台にしても結構です。あ、でも攻撃はしないでくださいね。 OK。 ちょろちょろしますか。え、なになになに、なんかあれ、ゾナウエネルギー、ゴーレムなどの導原力として用いられる物質、湧き出す光からは強いエネルギーを感じる。え、今なんか光ってた？全然見てなかった。落ちたらどうなんだろう。そういうことか。
というわけで戻ってきました。ここから続きいきたいと思いまーす。これさ、どんくらいさ、あれなんだ。ほいー。なるほどね。飛び込みね。広いな、ほんとに。待って。これさ、だって始まりの、ほぼさ、言っちゃえばさ、ブレワイの時のさ、始まりの大地なわけじゃん？倍くらいない？始まりにしてもでかすぎん？気になるところが多すぎるよね。うわ。いるやん。いるやんけ。もうこいつ、もしかして、今回もさ、クロパティなんだね。なるほどね。いるんだね、チミ。チミ、今回もいるんだね。どこだい？すっごいくるくる回せんじゃん。来たー。うわー、見つかんぽん。あれ？ボクリンかと思ってびっくりしちゃったよ。君、僕が見えるの？僕はコログ、森の妖精さん、知ってるよ。あ、そうだ、ボクリンに会ったらこれ返しといて。コログのうんこ。はい。そうそう、僕の仲間はいろんなところに隠れているよ。怪しいところがあったら探してみてね。いいよ。マジか。今回も集めるのか。うわー、長くなりそう。まあ、そんなこんなで。結構回ってきた。ないか。特になし。オッケー。ここの上は雪？あ、雪か。オッケー。だからポカポカの実あったわけね。これ広いなー、マジで。なんかいるぞ。今なんかハテナって出てたよね。あ、いるわ。おい、おい、おい。えい、えい、えい、えい。オッケー。ちょうだい。ありがとう。あ、もうここで料理してたわけね。料理するか。え、これさ、料理さ、前と同じ感じかな。一回やりましょう。おお、よかった。じゃん、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 じゃん。ニュー、ピリ辛、炒め、ポカポカ。イエイ。じゃあ、これも使おうかな。もうどんどん多分使った方がいいね。え、待って。え、まじ？え、これも料理できんの？まじ？え、リンク、なんで鼻歌歌ってんの？え、あ、ですよねー。オーケー。ということで、ちょっともうちょい下を探検しまーす。あの、ゼルダの伝説でさえさ、ちょっと待って、これ。あ。そういうことか。やっほー。おめ、倒しに来たぜ。えい、えい、おい、おい、いってー。ちょっと、やめてよね。痛いじゃないの。よいしょ。おい、おい、おい、いっと。ちょっと待って、痛いの、今。ちょっと食べようか。さすがに食べよう。オッケー。おい、オッケー。長い棒。オッケー、長い棒使いそうだな。長い棒でやろう。とりあえず長い棒でやってこい。うっ、つけ、つけ。つけ、オッケー。オッケー、オッケー。あ、木の棒。あ、木の、あ、そっちの方がいいな。ちょっと交換しとこう。オッケー。オッケー、オッケー。まあ、強い武器を手に入れられたので、満足。やべやべ。え、上にさ、あれだよね。まださ、キノコ類あった気がする。あれ、ちょっと取りまーす。これは？お、ゴーゴガエルやん。これ、結構さ、ブレワイで出てきたもの出てくるんだね。じゃあ。なんだ、多めに出てくるなら嬉しいね。やっぱやってるとさ、あ、これ、この時の、あれじゃんみたいなんで、ちょっと嬉しい。あ、なんかいたな、今。カエルか。カエルがいるな。カエルじゃないんだよね、別に今欲しいの。今欲しいのカエルじゃないんだよね。リンゴ。リンゴ、ゴリラ、ラッパ。あったあったあった、キノコ、あったあった。もう食料大切。マジで食料は超大切。マジで食料調達に来てるまであるよね、ここに。
寒さガード7分半。食べようか。オッケー。これで行こうか。まあ、行けるでしょう。オッケーオッケー。おー。すごー。え、なんかさ、雪の世界もさ、相変わらず綺麗だね。普通に綺麗だね。マジでこういうとこ走りてー。まあ、さすがにちょっと裸足はきついけど。リンク投資しそう。リンク投資しそうだな。大丈夫？寒くない？あそこに2体もいんのか。まあ、2体くらいなら全然行けなくはないけど。行けなくはないけども。おい、おい、おい。えい、えい、えい、えい。あざす、あざす、あざす。あざす、あざす。あざす、あざす、あざす。よしよし。これでね、武器は結構調達できたかな。武器はね、もういっぱいいっぱいなんだけど。よいしょ。あ、割れない？割れた。割れるんかーい。よいしょ。割れないわ。よし。開けましょう。木の矢。ラッキー、あの手、足さ、めっちゃ赤くなってる、リンク。ごめんな。あ、でもあっちにもまだあるの。ちょ、行ってみよう。まあ、これはね、冒険の始まりなわけで。お！なんか、手折り？これ捨てようか。おー。なるほどね。斧があるのね。斧があるのな、あ、これ絶対なんかあるやつなのにさ、まだシーカーストーン使えないからさ、あれだよね。え、これできないもんね。さすがにできないもんね、これ。割れないもんね。これどうやってどければいいかな。燃やせばいいか。あ、でも火がないか。火持ってくる。火あったかな。お、ここにもあるよ。斧が。斧があるし、木の矢がいっぱいあるし。ん？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  ん？ ん？ どこ？上かい！お、上かい！上はわかんねえ。上はわかんねえって。上はわからない。だから木の矢がいっぱいあんのか。なるほどね。危ねえな。降りてこいよ。お前ら、降りられんか？降りられないんか？降りてこいや。はてなじゃないね。降りてこいや。そしたら戦ってやるからよ。あそこにいるやん、なんか。あの、羊さん？あれ、これ羊さんじゃない？ヤッホー羊さん。ヤッホー羊さん。羊さん、ヤッホー。イカダ及びゾナルギアの動作を確認中。なるほど。おや、これは失礼。あなた様、イカダにご用ですか？でしたら、川べりのものにご用意ください。ゾナウギアも整備済みでございます。ゾナウギアとは？はい。この緑色のものがゾナウギアと呼ばれるものでございます。整備しているのは扇風機。叩くことで起動し、どこでも風を起こせます。おー、便利だね。この川は雪解け水ですので、落ちればたちまち体力が奪われてしまいます。冷たいからね。そのため、私は向こうへ渡るためのイカダの整備を行っているのです。え、なに？それはさ、自分で渡ろうとしてんの？あ、ちなみに、ゾナギアを使用するには、エネルギーが不可欠です。あなた様がお使いになるなら、バッテリーが必要でございます。が、あなた様、バッテリーお持ちでないご様子。そうだね、持ってないわ。お伝えした通り、バッテリーがなければ、ゾナギアを扱うことはできません。この地でゾナギアは必要品ですので、あまりのバッテリーを差し上げましょう。あら、ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。バッテリー、ゴーレムから受け取った装備品、携帯しやすいようベルトノードに取り付けられる工夫がしている。なんか見た目さ、あのゴーレムの手みたいじゃない？バッテリーにはゾナーギアを使うに必要なエネルギーが蓄えられています。ゾナーギアを使わない限り、エネルギーは自動補充されますが、使用中にエネルギー切れとならぬようどうぞご注意ください。はーい。川辺のイカダは整備完了していますので、向こうへ渡るのでしたらご活用ください。ありがとう。使っていいってこと？まあ、まだ使わないけど。ちょっともうちょい探検するけど。
なるほどね。あ、でもこちら辺は別にないか、何も。これ一旦さ、これなんだ？これ何？あ、これ使っていいやつ？もしかして。で、これは使っていいやつでしょ？ん？ちょっと待って。木の箱あるやん。木の箱あるやん。そんなんやるに決まっとるやん。オッケー。あ、やべやべ。やべやべ、燃える燃える。え、この火をさ、ちょっとさ、持ってこれないかな。普通に走って登れそうなとこを見つけたい。あ、ここは？ここは？ここ行けんじゃない？あ、ここ行けそうだな。よし、行くぞ。リンク行くぞ。リンク行くぞ。頑張れ、頑張れ。え、ちょっと待って、走るとそっか消えちゃうのか。おい、消すなって。ちょっと待って。松明欲しい。めっちゃ松明欲しい、今。どうやって上行こうかな。こっから登れる？あ、いけるね。いけるね。あ、リンクいけるね。いけるね。あ、いけるね、いけるね。もうそうじゃない？多分。もうそろそろな気がする。あ、着いた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 。着いた着いた着いた。すっごい燃やしてくやん。すごい燃やすやん。これでさ、燃やせない？これで燃やそうぜ。これで燃やそうぜ。燃やして、燃やして。ああ。ああ。燃やしきれなかった。あと寒さガードがもうなくなりそう。え、燃やせないのか。寒いね。ごめんね。これ燃やしきれないか。ぼわーって燃えてくれたら嬉しかったんだけどな。松明ないか。じゃあ諦め。じゃあ諦めかな。ちょっとむずいな。ここの上のやつらさ、倒したいんだよね。めっちゃ倒したいんだよな。よじ登ることが困難になる。あ、この上は登れないってこと？クソが、倒しに行けねえじゃねえか。マジ？しょうがないな。しょうがないな。じゃああっち側行こうか、リンク。諦めてあっち側行こうぜ。よし、登れた。これをさ、叩けばいいって言ってたよね。おー。おー、すごいすごいすごい。すごい、勝手に動いてくれてる。あ、もうこれでいいのか？え、これでさ、どうやってさ、もう一回叩けばいい？ OK。バッテリーなくなるね。これだね。ズナーエネルギー。ありがとう。もらうね。リンゴももらい。木の山もらい。よし。あ、何も入ってないかい。じゃあ、普通に、さっきのところ戻ればいいのかな？何すればいいんだ、あとは。え、ちょっと待って、なんか流されてね。嘘。行けなくない？だよね。イカダがなんかさ、変なとこ行っちゃったんだけど。どっからだ？ここどこ？あっちにまだ渡ってない状態ってこと？あ、でもまああっち行ったけど、特に何もなかったからな。今、ピコピコ待ってるところに行きます。はい。まあ、多分それが目的地だの、なはずなんで。まあ、いろいろね、ぐるりぐるりと回りましたが、本来の場所へ戻ります。こんな急激に上がることはないと思うんだけど。まあまあ行きましょうか。いや、これで、どん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 進めていきます。どこだ？どこ行けばいいんだ？ちょっとさ、地図の読み方がいまいちさ、ブレワインの時もあんま変わらないんだけど、すっごいね、読めないのよ、私。地図読むのが苦手で、地図読むのが苦手でというか、なんか方向音痴なんだよね、多分。すっごいさ、なんか真逆へ行ったりしてる。読んでるはずなのになんか真逆に行ってるの。ちょっとだからね、それが困るね。ヤッホー何してるの？焼き空だけ。あ、焼いたの？ああ、それは私が焼いた。いえ、どうぞお待ちください。ありがとう。おや、よく見たらあなた様は、初めてお見かけするお方。これは失礼しました。羊ゴーレムさっきあったよね。私どもゴーレムの役割の一つは、そのような方に様々な説明を行うこと。疑問をお持ちならお答えいたしますので、もし
食材を焼くということがわからなければ、どうぞ気兼ねなくお尋ねください。あー、わかるからいいかな。置けばいいんでしょう、多分だけど。やってみるか。OK! 焼け。おい、焼くぞ、焼くぞ。さあ、美味しそうなキノコになるかな。 OK! なったなったなった。なになに、キノコをくれんの、ありがとう。どこ行けばいいんだ。こっち行って、これいける、これいけるか。いけるね。よしよしよし。こう行って、ここ登ります。でもさ、なんかあっち側も繋がってるっぽい。ちょっと待って、気になったから行ってくる。何？戦いたいの、お前。別にいい。あ、弓は持ってんじゃん。欲しい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 。欲しい。欲しい。木の弓。来た、これ。階段をとりあえず登りたいので、登りまーす。よいしょ。行こう。うわー、螺旋階段。えっ、超楽しい螺旋階段。あ、この木の子あんじゃん。55だっけ。ラッキー。ちょっと待って、こっちにもあった。ほら。もうちゃんと取り逃さないから。うん、ちゃんと隅々まで見ますんでね。まあ、取り逃しのないよう。いきますよ。よしよし。リンク。そうだ。そのまま上行って、竹取っていこう。オッケー。竹じゃねえよ。キノコ。竹って書いてあるからさ、キノコとさ、もう言い間違えちゃうけど。これ何？これ何？これなんだ？なんか、音楽も変わった。これ何？上登ったらなんかある？なんもない？どこになんもなし？これなんだ？これ何のとこなんだろう？なんか、後々来たりするのかな？じゃあとりあえず、あ、飛び込む。あ、ここ飛び込めるのね。オッケーオッケー。ここは飛び込める。飛び込みましょう。オッケー。いや、なんか水の中入ってるとさ、水遊びしたくなるな。プール行きて、海とかプール行きたい。なんか去年はめちゃめちゃ海に行きたかったんですけど、今年はプールの方が行きたいかも。どっちかっていうと。なんかたまにありません？海かプールどっちか、海かプールどっちか行きたくなるんだけど、どっちかでいいのマジで。なんか、で、今年はプールに行きたい。泳ぎたい。どっちかっていうと、海は見る専門でいいんだけど、プールは泳ぎたいの。いいなぁ、楽しそうと思って。よし、行きます。いいなぁ、ほんとにマジで楽しそう。うわ、泳ぎたくなってきた。行きたい、プール行きたい。プール行きたいなぁ。さて、メインストーリーを進めていくとしましょう。すっごいガタガタの道だね、リンク。これ通れる？通ればするね。オッケーオッケー。よっしゃ。お、時の神殿、ここに時の神殿あるんだ。やぶ、ぶっ壊れた。痛いなぁ、お前何してんの。ムカつく。イエイ、盾を手に入れました。はいはい。お、錆びた剣も手に入れたぞ。お、強化されたね。結構いい感じになってきたんじゃないでしょうか。そしたら、ん？あ、特になかった。階段の下とかなんかあるかなと思ったんだけど、特になさそう。というわけで、ここだね、印の場所。行きましょう。もう十分探検したし。さあ、何が起こる？怖っ。うっ！なに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 ？なんで？あ、青く光ってる。この扉は力を持つものでないと開かない。ほん？失礼。驚かせてしまったようだ。うん、そりゃそうだ。先ほど話をしたもの。ん？その右腕の元の持ち主。ん？ラウルです。お！噂のラウルさん。
なんかラウルがなんちゃらかんちゃらってさっき出てきてたよね、話に。わけあって、うんうん、私にはもはや実体はなく、うんうん、このような姿で失礼する。あ、羊のあれか、主かな。さて、うん、この扉は私の右手で開くはずなのだが、うん、どうやら力が失われているようだ。なるほど。聖なる光の満ちた空間ならその手に力を取り戻すことができるはずだが。聖なる光の満ちた場所。そうだ、この島にある祠を回ってみてはどうだろう。祠あるんだ。あ、さっきんとこ。きっと、うん、力を取り戻せるはずだ。まだあっち行けと。しょうがねえな、行ってやるよ。さあリンク行くか。新しいスタート始まります。閉ざされた扉。はい、というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ゼルダの伝説Tears of the Kingdom、 いかがでしたでしょうか。まだね、初めて初見プレイでございましたが、もうなんか初見ですごいワクワクしたね。うん、どうしよう、このまま続けたいけども、まあこの辺で一旦終わりにして、次回また続きをやっていこうと思います。皆さんまたお待ちしておりますね。おうちさかさかす、バイバーイ。